酔っ払って野球はできない高木隆です。高校球児です。お願いします。お願いします。酔っ払ってできない。いやそうでしょうね。まあ、それゆずさん、日本記録持ってますよね。趣味のいやすごいな。エラー何個でしたっけ。2個。9割9分7厘。9割9分。やばいっすよ。とんでもない記録ですからこれ。なあ、2個ですよ。だってなんでそれやったんすかっていう感じですけど、ね、1個はさ、ヤクルト戦でさ、ゲッツーだったんだよ。で俺がセカンドで取って投げた。で一塁手が新人の子でさ、ちょっと低い球をちょっと届いてるか届いてないかっていうのをさ、後ろ反らしたんだよ。で、あれ一塁のエラーかな、俺のエラーかなって言ったら俺のエラーで、それが1個だ。それ豊かさについちゃったんですね。2個目の時は当時クライマックスシリーズなんかないからさ、で広島戦はもう最後だったから、挨拶回り行ってた。あ、もう今シーズンありがとうございましたと思って、じゃあもうみんな飲もうよとか言って、最後の店でね、はい、で大体ね5人ぐらいだね。で女の子2人、俺らが3人いたから、でもう一人そこのマスターがいる、はい、で3本半いくらしかキャッとカッコつけるじゃない。カッコつけすもんね。まあそれで、はい、ブルンブルンカッコつけてあげくるめっちゃダサいし、そしたらさ朝電話がかかってくるんだよ。あ、何かなと思って出たら、お前デーゲームは知ってるかとか言うから、昨日飲みに行ったはぁみたいな、ナイターじゃないの。デーゲームだったらもう少しさ、1本ぐらい急ぐでしょ、はい、俺ナイターだと思ってたから飲んでたんだ。もうフラッフラだよ。テンションガタ落ちてさ、でこれ汗かかないかと思って球場入ってカッパ着て、ああとか走ってたんだ。秋口とか出ないで一滴もやっぱとか思いながら、で裏入って廊下に、あこれどうやって酒抜こうかなとか思って、とにかく水浴びようとか浴びたので、ひところ冷やしてさ、でこうやってユニフォームを着るのを待って、タオル巻いてパンツ履いてみたいな、こうやって待ってた。そしたらさ、今度さ、冷やした体がさ、温めようとするじゃん。そしたらなんか、酔いがまた回ってきてさ、あ、ダメなの、やっこうかなって言ってた。それで、まあ、先行じゃない、広島市民球場。で、ピッチャー、大野さんだよ、じゃあ、いう。で、打席が一番なら立ったのね。もう振るのもしんどいから、だから、ツースリーになった。で、まあ、一球ぐらい振らないと、お前何やってんだって言われる。はい、一球振っとけと思って、ツースリーからバンって振ったら、レフト前だよ。あれと思って、まさかのみたいな。ショートゴロかなんか打ったから、走ってってた。当時、高橋芳子さんが、歌が、お前おかしくないかって。え、なんですか、お前なんか蛇行してんぞって。千鳥足して。千鳥足で盗塁。あ、そう、分かるのかと思いながら。で、2打席目。これ、ツースリーまで待てんわと思って。初球から行けばって。センターまで。すごいっすね。出るんかいの。すごいっすわ、もうそれ。ね、そしたら、試合中盤、長島、今中日のバッティングコーチやったから、セカンドゴロ、3つぐらいに見えるから。どれだと思うんだけど。それでポロってやって、で、慌てて1塁投げたよ、セーブだった。なるほどね。それが2個目だ。なんでナイターだと思い込んでたんだろうね。俺、そういう間違いなんかまずないんだけどさ。うわ、それでついちゃったんすか。うわ、酔っ払ったら野球できねえんだよ。そこにつながると、いやこれナイターだったら俺多分やってないと思う。それも日差しがもうすごくきつくて、もう黄色にしか見えないんだよな。なるほど。まあまあそういう2個目のエラーの話です。